はい、シンです。本日の動画、サムネタイトルの通りでございますが、本日、5月8日、関東大会まで残り3週間、水戸大会まで残り4週間となりました。はい、今日もね、ケント君と、がっつりトレーニングして、まあ、代謝上げるために岩盤浴行ったりとか、銭湯行ってきてっていうような状態でございます。今日のね、コンディションなんですけど、コンディション自体はこんな感じですね。大会、まあとりあえず埼玉大会のコンディションはもうすでに超えてるかなと思っております。こんな感じで、またこの辺とか悪くはないかなと思っております。今朝の体重が 58.7kg ということで、まあ今日結構水分抜いてきて、まあさっきがっつり取っちゃったんですけど、まあ明日の体重も 58kg 台だったら嬉しいなっていうような感じですね。まああと残り3週間で、まあ大体 2kg ぐらいはできたら落としたい。56キロ台で、大会を、関東大会を迎えられたらいいなと思っております。で、その翌週の水戸大会も、まあ、ちょこっと食べたりすると思うんですけど、まあ、ある程度同じぐらいのコンディションで、まあ、ダブルグランプリできたらいいなと思ってます。今日ね、熊本大会がありまして、去年の東京大会で僕がグランプリだった時の準グランプリの選手ですね。リグ君が今回もあのグランプリ取られてたので、今回初グランプリですね、リグ君は。もともと僕もアイドルやってたんですけど、彼もアイドルで、去年ね、まあ、東京で準グランプリ、確か沖縄も準グランプリだったのかな。あと、まあ、どっかね、準グランプリ、準グランプリだったので、ついに初グランプリを取られたということで、まあ、余計ちょっとこうそこはね負けたくないなっていう気持ちが強いので、まあ、おそらくどこかでねまた当たると思いますので、確実に勝てるように、また調整していきたいと思います。本当にね、関東大会と水戸大会のまだ名簿が出てないんですけど、まあ、同じぐらいのタイミングで、京都大会もまだ出てないので、そこが多分一気にバッて出てくると思うんですけど、まあ、参加人数とあとは参加者が、まあ、名簿を見ないと分からないところがあるんですけども、まあ、僕もね自分自身で言うのもなんですけど、その、まあ、1位ね、強敵の一人だと自分自身は思ってますので、まあ、僕自身も、ね、確実に勝てるように、皆さんにうわ審査いるのかみたいなね、あの感じぐらいの状態までしっかり仕上げていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。まあちょっとサムネと、ね、タイトルでちょっと心境的な、ところでお話っていう感じだったんですけども、まあコンディションは今お伝えした通り、とりあえずもう埼玉大会のコンディションを超えてるので、まあそれ以上にねもっと作っていければと思っております。基本的に負ける気はないので、確実にこう勝てるコンディションを作りたいと。で、まあ、ポージング練習もしっかりしてね、やっていきたいなと思っています。まあ、よく動画に出てもらってる、まあ、ケント君はもちろんのこと、ジュンさんもね、ケント君はフレッシャーズクラスですけど、僕が、ミドルクラスで、ジュンさんもミドルで当たりますので、まあ、一緒にファーストコール呼ばれて、ミド大会はね、3人で一緒に出るんで、まあ、全員サッシをかけてね、美味しいお酒を飲みたいなと思っております。ですね、まあ、ジュンさん今この動画見てくださってると思うんで、まあ、ジュンさんにプレッシャーをかけるようではないんですけどまあ、おそらく僕自身もね、あの水戸大会入賞するかと思います。で、まあ、その他にもね、まあ、名前は伏せておきますが、入賞してる選手が、ね、水戸大会出てくると思うんで、まあ、もうすでにこう2枠ですね、埋まってる感じなんですね。なんでこう残り3枠を確実にね勝ち取っていただければと思います。まあ、むしろ僕をね、倒して、優勝しちゃっていただければと思いますので、ね、ジュンさんのメッセージみたいになっちゃったけど、はい、ということで、まあ、ケント君もねプレッシャーみたいに頑張ってくれればめちゃくちゃ嬉しいです。さあ、残り関東大会は
3週間、水戸は4週間となりました。この動画は5月9日の月曜日に出そうと思ってますので、まあもうね、3週間切って4週間切ってるタイミングでございます。大会ね、一緒に目指して頑張ってる方で見られてる方は、体調に気をつけながら最後まで一緒に減量頑張っていきましょう。そして大会当日ね、一緒に楽しく戦えればと思います。応援いただいている方はぜひ引き続きですね、たくさんのコメントなどいただければと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。それではご視聴いただきましてありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。